誕生日も3月14日同じ日に生まれたってことで、仲良しコンビ2人で MC させてもらいます。チャレンジシリーズで内容がタートルです。皆さんこんにちは。こんにちは。ブレイバージャパン TVJ。 はい、今回はちょっと珍しい MC2 人っていうことでね、はい、やっていきたいと思います。はい、今回ペンと秒スピン、誕生日も3月14日同じ日に生まれたってことで、仲良しコンビ2人で MC させてもらいます。お願いします。はい、ってことで、まあ、ここの自己紹介終わって、じゃあ後ろの自己紹介。はい、どうもそこですよ。はい、今日はMCお休みさせていただきます。テスです。お願いします。スカジュンです。はい、スカジュンさん。リングクルです。はい、今回もこの豪華メンツでやっていきたいと思います。よっ、そして今回引き続きゲストで来てくれたスカジュンさんのレッスン。こちらフラッグポイント毎週月曜日。まずご覧。はい、スカジュンさんのレッスン毎週月曜日7時5分からやってますんで、皆さん気になる方はぜひチェックしてください。そしてこいつのレッスンもしてますんで皆さん木曜日、はい、チェックしてくださいって感じで。はい、今回何するんですか？今日はチャレンジシリーズ。内容がタートルです。タートル、カメかカメ、まあカメみたいな動きなんですけど、タートル、はい、ちょっとカメやってみましょうかね。はい。その前チャレンジシリーズと説明しよう。チャレンジシリーズとはいろんな技にチャレンジするシリーズである。そうである。はい。ということでちょっとタートルやりましょう。はい。タートル得意な人ってそんなおらんくないですか？あんまみんなイメージないけど案外できる。でもハンド系といったらちょっとレンズが得意なイメージ。タートルってどこまでがタートルなんですか？飛ぶやつがタートルじゃない？もうでもいい。飛ぶやつだったらできる。若干まとめなければ。ピョンピョンピョンってやつはできます。じゃあそれやります。はい。ビャン。じゃあ両スピンのまずタートル講座。講座はごめんできないです。タートルをまず見せます。はい、お願いします。これは違う。タートルのタップに近い。これ、あ、それ、あ、それ。うわ、きつ。これあれね、体重移動がめっちゃ大事。分かった、じゃあ練習方法こうじゃないですか。足ついて、体重移動。そう、入れ替える。体重移動。入れ替える。体重移動。っていう練習。体重移動のやり方さえ覚えてしまえば、体重移動とチェアさえできれば、そう、できるようになるのもんで、はい、この体重移動のやり方をまず足ついた状態で練習して、できるようになったら足を浮かして練習してみてはどうですか？はいって感じで、今回はタートル意気込みの方をちょっと聞いてみましょう。はい、喋りたいよ。はいやばい。意気込みはじゃあタートルの、はい、タートルね、見てもらったら分かるんですが、すごい難しい技です。でもチャレンジシリーズは難しい技にでもチャレンジしていくということで、気合い入れていきます。せーの、フリーポイントです。今回はてっちゃんはね、タートルを組みなんで、あれ、おお、いいね。ああ、なんかでも足をなるべく上げない方がいい。お尻がピクッて上げるとダサいけん。足が上がっちゃう場合は顔を上げると下がる。顔っていうか体を上げると下がる。ああ、むずいね。顔めっちゃ下がってる。待って、上に上げようとすると下がる。深いね、タートルって。胸を張れ、こういうことなの？そう、胸を張れ。そういうこと？あ、そう全然やり方変えると難しいっすわ。やりますわ。せーの、ビーボイレオスピン。あー、いい。あ、うまい。おー、いい。あ、ストームかっこいいですよね。ずっとめっちゃ重かった。ありがとうございます。せーの。はい、続いて石橋蓮。石橋蓮です。うまそう。石橋、あれうまいじゃん。うまい。え、おお、早い早い。こちらも素晴らしい。サートルマスター、これサートルマスター。せーの、いくよー、いくよー、いくよー。うまい。お、なんか不思議な形だな。いや、お、でもお前。せーの、ラストはこの男もいるぜ。お願いします。ウィングさんできそうな、こういう技。なんかガチガチするやつならできる。おお。せーの。はい、って感じで。一通りタートル終わったけど、分かったことは内臓が痛い。慣れてないけん結構痛いんよね。なんか体力結構きつい。いや、きつい。やっぱ慣れてない動きをやると体力取られるし難しい。はい、結構いい感じやったの。誰かな、ウィングさんめっちゃいい感じやって。なんかタートルってシンプルだけど、なんかやっぱ奥深いね。ちょっといや、奥深いですね。いろんな種類あるっすもんね。こういうクリケットもそうだし、なんか深いね。はい、実は喋らそうみたいな。いや、でもタートルはちょっとね、苦手なんですね。オッケー。ありがとう。なんかあんまり最近タートルこう単品でやる人ってあんまおらんと思うけん、タートル極めるっていうのも結構穴場かもしれないんで、皆さんぜひチャレンジしてみてください。そして今回ね、初 MC ちょっと感想を。ちょっとまあ何もできてないんですけど。結構ね、フレーバージャパンのこの撮影で MC 力上がってきてるので、そう喋りを鍛えたいと思います。はい、皆さんじゃあ、ね、コメント欄で誰の MC コンビを見たいかちょっとコメント欄に書いてもらって、はい、そのコンビでこれからやっていこうと思うんで、皆さんお願いします。そしてこちらフラッグポイント、先ほども説明しましたけど、スカジュンさん、撮影してるカイチ、そしててっちゃん、レッスンしてますんで、皆さんぜひチェックしてください。概要欄の方から。はい、お願いします。そしてチャンネル登録ボタンまだの方、ポチって押して寝てください。今回のフレーバージャパンもここで終了します。はい、皆さんまた次回フレーバージャパン TV で会いましょう。バイバイ。